はい、こんにちは。今日は、えー、11月15、15です。えー、昨日のね、14日の結果発表したいと思います。で、その前に、ちょっと昨日ね、この僕、ファンタを、えー、ちょっと見つけて買ったんですけど、これなんかすごい変わってますよね。なんかヨーグルトと、えー、なんだろう、フルーツ味のファンタなんですけど、ちょっと昨日ね、ちょっと見つけて、えー、買ってみました。で、えー、なんか、すごい、 ヨーグルトの、なんだろう、うヨーグルト水みたいな感じなんですけど、なんか若干ちょっとフルー,フルーツ、の香りがあるんですけど、なんか微妙でしたね。<laughs> で、えー、まあ今なんかソフトバンクのメッセージが来たんですけど、まあ気にせず、なんかまあちょっとファンタってなんか子供の頃にちょっと流行ったやつなんで、ちょっとなんか懐かしいなと思いながらちょっと買ってみました。はい、別にファンタが好きなわけではありません。 えっと、これが、えー、昨日の結果です。えー、昨日の相場ね、結構いろいろあって、なんだろう、レンジ幅だったんですよ。レンジ幅っていうのは、そのいわゆる、なんだろう、まあ、上下が、まあ、ある一定の範囲でしか動いてないっていう相場だったんですけど、僕、日本時間に、あのー、なんだったっけ、この US100 って書いてあるのはナスダックなんですけど、ナスダック買ったんですよ。 じゃあ、ヨーロッパ時間になって、ちょっと落ちてきて、やばいやばいやばいってなって、なんか含み損が <coughs>、含み損が、え、これ1万 FX なんで、え、1万、まあ1万ちょっと、今利益溜まってるんで1万ちょっとあったんですけど、含み損がもう1万、 うん、ちょっと超えてるぐらいで、もうやばい、ロストカット、ロスカット寸前だ寸前だと思って、もうやばいなと思ってたんですよ。で、これほんとやばいやばいと思いながら、あの、暴落するときに、もう売りで、売りをバンバンバンって入れて、数百円とかでもうこ、ここですね。これ真ん中のとことかもなんですけど、売りで数百円でも利格しながら、あの、利益稼ぎながら、あの、なんだろ、ロストカットされないように、証拠金の維持率を高めながら、<laughs> 必死で頑張ってました。だからこの細かいなんか売りがいっぱい下の方にあるんですけど、えー、このあたりですね。このあたりの下の方にあるこの細かい売りっていうのは、証拠金を維持するために、もう、とりあえずいっぱい売りまくって、あの、ロストカットされないように、あの、耐えてました。<laughs> 超やばかったです、ほんと。この上の、このなんだろう、1万円しか入れてないのに、これ2って書いてるじゃないですか。<laughs> ちょっと風邪気味ですいません。これ、 一万円しか入れてないのに2、に、二枚になってるから、これ相当やばいんですよ、本当で、なんかやばいやばいってなって、もうマイナス一万円ぐらいになって、な、なってしまってて、もうやばいとごめんながら、証拠金、まあまあ、マイナス一万円なの、マイナス五千円ぐらいからやばいなと思い出して、証拠金維持するために売り売り売りっていっぱい入れてました。<laughs> 本当にもうね、あの、なんだろう、あの、ロストカットされる、 寸前でしたもん、もう、超やばかったです。で、その後、えー、なんとか、食国禁止率も高めながら、やっていって、で、結局、ヨーロッパ時間に下がったんですけど、アメリカ時間になって、同じだけ、まあ、戻しました。で、結局、レンジ幅だったんですけど、まあ、同じだけ戻したから、あの、まあ、それなりに利益が取れて、ここですね、ナスダック、えー、2枚、買ってるそうだね。 2枚と1枚、0.1枚とか買ってて、これ3708円をゲットしました。っていうことで、収支がプラス5000円でした。昨日は結構1万円しか入ってないのに5000円も稼いだので、結構なんだろう。えー結構稼いでましたよね。1万しか入ってないで5000円稼いだので、結構ギリギリのトレードしないとこれぐらい稼げないっていうので、結構大変なんですけど、ただ、 まあ、と、あと、チャートを見たりとか、ファンダメンタル分析して、まあ、やれば何とかなるっていうことは、まあ、わかりました。はい。今日の動画見て、もしよかったなと思ったら、いいねとか、チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございました。